15から20リットル容器向けの保冷剤、氷鎮保冷剤は、物体を低温に保つために用いられる薬剤である。主に食品の腐敗を防ぐため、及び人の発熱時に額などに当てる熱冷ましや、暑い時に量を取るために使われる。蓄冷剤とも称す。一般に袋詰めされて、使用、市販されている保冷剤には、約99%の水と高級水性図紙、防腐剤。 形状安定剤が含まれている。常温で温まり溶けた状態で、保冷効果はないので、まず冷凍庫で十分に凍らせてから使用する。保冷剤は、使用して温まってしまっても、再び冷凍させれば繰り返し使うことができる。そのため、氷や、使うたびに新しい氷や水を入れ替えなければならない。水枕や氷枕、使用する際に消化してしまうため一回しか、使用できない。 ドライアイスと比べても利便性、経済性に優れている、氷点下を含めた冷却温度の加減や持続時間が改良されており、ドライアイスからの代用も進んでいる。保冷剤はその用途によって様々な大きさ、形状がある。日本には複数の製造会社があり、2008年に日本保冷剤工業会が設立された、食品の宅配時などに、 箱に一緒に梱包されて使用されるものは小型や細長いものが多く凍らせるとカチカチに硬くなる。またケーキなどをお店で買って自宅まで持ち帰るまでの時間を想定してケーキの箱の裏に貼り付けられるような超小型で薄いものもある。人体用の保冷剤として代表的なのは発熱時に氷枕の代わりとして頭の下へ敷いて使用する保冷枕である。 三十二十センチメートルくらいの大きさで三センチメートル程度の厚みがあり凍らせてもカチカチに硬くならず適度に弾力性を保っている一般的に蒸気のような製品は昔ながらのゴム製の詰め替え式氷準水枕と区別するために大手の商品名からアイスノンと呼ばれることが多いしかし水枕を知らない若い世代の人が氷枕というと アイスノンのような保冷枕のことを指している場合もある。その他、暑い時に量を取る場合や、スポーツや怪我をした時のアイシング、脱毛エステサロンで、体のクーリングなどの目的で使用されるような保冷剤は、いずれも人が片手で持てる大きさの保冷剤を使うことが多い。面積が大きくても、複数のセルに分かれていて、折りたたんだり、巻けるようになっていたり、マフラーのように首に巻いたり、 鉢巻きのように額に巻いたりして使用できるように薄く、細長くなったものなど様々な形状が存在する。いずれも、保冷剤を人体に使用するときは凍傷を防ぐため、皮膚に直接当てず、間にタオルやガーゼなどを挟むことが望ましい。節電、猛暑などの影響から暑い時の就寝時にシーツの上に敷いて使用する製品が2007年頃から登場した。 このような製品は冷凍庫で凍らせなくても、常温の状態で十分量感を味わうことができ、直接肌に当てても、凍傷の心配がない。瞬間冷却剤硝酸アンモニウムや尿素が水に、接した際の吸熱反応を利用したもので、外袋を強く叩くと、内部の水袋が破裂し、温度が低下する仕組みである。使い捨てだが、製品によっては冷凍して使う保冷剤として、 再利用可能なものもある。肥料として用いられる尿素は、ホームセンターなどで容易に入手できるため、瞬間冷却剤の自作は、理科の実験の題材としても使われる。ただし、酸化性物質であるため飛行機の機内に持ち込むことはできない。2014年夏、大手出版社がイベントで美少女キャラクターがプリントされた瞬間冷却剤を配布した際、ツイッター上で、 殴ると冷たくなる、美少女と評判し、物議を醸した、女性別種との批判を受けた同社はツイートを撤回、陳謝した。ありがとうございます。